おはこんばんは。いっせいこんべん。で、今日は今日が2本目。2本目。前回の動画と一緒の日です。うん。でも今は夕方で、あるところにちょっと行きます。もう分かってた、サムネイル見えるけど。そうね。じゃあ歩きながら行きましょう。行きましょう。あと2分でもう始まっちゃうから。そう。楽しみ。そう。2回、実は2回目だけど。前は動画撮んなくて、いつかなんか動画撮りたいなと思って、ね、今日本当にダウンタウン行こうとしたんだけど、もう寒くて風吹いてて、やだってだから建物の中でできること探そうってなって、来たね。ね、そう、だからでね、お店の人にも予約の時に許可もらったんで、中で動画も OK みたいです。そうちょっとレトロな映画館でも新しいやつやってる。小さい時の家の近くにもあったよ、こういう映画館。なんか5ドルぐらいで見れる。いいね、いつも言ってた。 OK、 じゃ あ、 OK、 はい、見せます。なんでしょうか。 Eat for Love Cafe。 あ、行ってよ。もうあ、行くよ、これから。はい、行くよ、見に行くよ。Okay、じゃあ早速中に入ってきます。入ってきます。ここから入って、ここでなんかちょっとお茶飲みながら猫たちと会話したり、会話触ったりとかできる。でもびっくりだよね、アメリカにも猫カフェがあるなんてとても思わなくて、超かわいいじゃん。そう、キュート。オハイオのマークが猫になってかわいいね。Social, really friendly. The yellow tag kitties might be shy, they might be new, they might have special needs. Blue tag kitties are adoption pending, so they may have already found their forever homes. Alex and White Sox are resident cats, so they hang out with us a little bit longer. And then Felicity and Paula only have yellow tags because they're kind of skittish. They're super friendly, they just get nervous if you approach too fast. And then Sunny and Lane are kind of our special kitties. We're telling people to approach slowly or give them space just because they get overwhelmed pretty easily. Okay. And Sunny's napping right there, so she doesn't want to be woken up, kind of like me. And then Lane is just chilling in the basement right now. But if he comes up, he'll tell you if he wants attention. Otherwise, adoring gazes. 今日の猫ちゃんリスト。この下の子たち、緑の子たちはずっとここに住んでるんだって。赤は、今日いないね、人間が怖い猫だけど今いないね。と青は誰かがこれからアドッとする猫だから。黄色はシャイ。ちょっとお茶作っちゃった時、ハニーちょっと見てていい？じゃあこうだね。優しい猫ちゃんのね、この子すごく猫ちゃんとグリーンのタグしてるよ、ね、これから誰かにもらわれるのかな。お菓子欲しいかな。あるよ、しお菓子食べますか。すごい綺麗じゃない、ね、猫の目だ。おかしいね、これ手短くない。ね、そうだね。この上もね、猫が登ったりしたよね、前。そうだね、はしごの上とか。ちょっといろんな遊ぶところある。
Yeah, it's basically just saying two more systems. なんかそのヒゲでバランス取ってるって聞いたことある。なんかそのヒゲでどこ入れるか分かるって。そうそう、片方全部切っちゃうとぶつかっちゃうらしい。何これ、新しい家族に移った子たち、誰かアドットした子たち。そうね、ここアダプトができるから、ここの猫たち全員ここでいろんな人たちに出会ってアダプトされたみたい。施設とつながってるから、施設の猫がここに住んでる。素敵だね。猫って感じの猫だね。カメラ見たの初めてをハグ。癖だね、あなたの。考え事してるかもよ、手組んで。うん、レミッシー。どうしましょうか。寝ようか。グレーの作戦だったかな、これ。わざとコート忘れて猫ともう一回触れ合う。そう、今ちょうど終わって出てきました。1時間だったっけ、時間は、うん、1時間。いや、楽しかったんじゃない。シール買った、おはようの形。かわいい ね、 ね猫ちゃんとハートの形にも見えるけど、確かに猫の形にもできるっちゃできる ね、 ちょっと耳ね、耳に見える、ね、そうそう楽しかったね。楽しかった。また猫を飼いたくなっちゃう。飼えようよ。飼うよいつか動物を飼った動画も撮れたらいいね。そうだね楽しみ。 OK、 じゃあ猫ちゃんかわいい。
猫カフェ行ってみたくなった、猫飼いたくなったと思ったらぜひ高評価の方お願いします。バツ多すぎるのいるかな、押さないでぜひ猫ちゃんのために高評価を、あとチャンネル登録とコメントしてください。あとは詳しくは概要欄とかに私たちの SNS の情報とか、あとはまあこの新しい私たちのグッズの情報、あとはショールームの情報とか、ポストボックス、そう郵便のボックスとかの情報も書いてあるので、そっちもチェックしてみてください。チェックってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。